はい、どうも皆さんこんにちは、イケネコです。今日の動画はね、皆さんからよくおすすめの恋愛漫画ありませんかって聞かれるので、今日はね、個人的に自分がおすすめな恋愛漫画をね、10個紹介していきたいなと思います。なるべくね、簡潔に説明したいなと思っているのでね、もっと知りたいよって方はね、ぜひコメントとかで書いていただけると嬉しいです。あと今回はね、自分が所持している漫画に限定しての動画となりますので、そちらの方はね、ご了承いただけると幸いです。では早速ですが、紹介の方していきたいと思います。はい、ではまず1作品目が寄宿学校のジュリエットですね。こちらはね、敵対する学園同士でバレないように様々なイベントがありつつも恋愛していく物語となっております。またね、ヒロインだけではなくね、他のキャラクターも魅力的でめっちゃ面白いです。特にね、個人的にはやっぱり後半にかけてもね、怒涛の展開が読み応えありました。しかもね、こちら16巻とかなり早い段階で完結しておりますので、これからね、ラブコメなんか探している方はぜひね、おすすめな作品となっております。2作品目がね、5等分の花嫁ですね。まあこちらはね、結構有名だったので知ってる方多いかなという印象なんですけど、こちらはね、頭のいい男子高校生が5つ子の家庭教師になるところから始まるラブコメとなっております。これはね、それぞれ魅力があるのはもちろんなんですけど、展開ごとに推しが変わったり、最後に誰と結ばれるのか予想して読み進める楽しさがあります。自分もね、最初はね、四つ葉推しだったんですけど、最終的には三つ推しになりました。いやでもこれもね、かなり選択迷って、いやでも本当にみんな魅力的でね、本当いい作品かなと思っております。はい、ではね、早いことで3作品目なんですけど、こちら彼女をお借りしますですね。こちらはね、レンタル彼女に恋をした男の子を描いた作品となっていて、かなり新しい設定のラブコメとなっています。個人的に一押しだと感じる点が、やっぱ各キャラとの物語や距離感がね、繊細な作品で、読んでいるとね、やっぱ続きが気になってしまう作品かなと思っております。またね、やっぱヒロインがたくさん登場していくので、やっぱ自分の推しのキャラが見つかるのかなと思っています。こちらね、かなり長編のラブコメとなっていて、今最新巻が31巻となっていますね。なんか長編のラブコメを見たいなと思っている方はね、ぜひね、読んでみるといいかなと思っています。はい、では4作品目が括弧の許嫁ですね。こちらは取り違え子から始まる恋愛を描いた作品で、こちらもね、かなり設定が特殊かなと思っています。こちらのね、魅力的な点はやっぱり学園生活を送る中で登場キャラに変化が生じたり、特に絵が読みやすいのもおすすめポイントかなと思っています。やっぱりね、なんといってもヤンメガとかヤマジョとか手掛けられている吉川美紀先生の作品なので、やっぱりね、絵がめちゃめちゃ綺麗で読みやすいです。はい、では5作品目が変わる花は凛と咲くですね。こちらはお嬢様学校と地元では有名な男子校の恋愛を描いた作品で、物語はめちゃめちゃ面白いんですけど、登場するキャラもみんないい人で温かいラブコメかなと思っています。特にね、学生の甘酸っぱい青春を見たいという方はね、かなり一押しの漫画かなと思っています。このヒロインの子はね、カオルコちゃんって言うんですけど、笑顔がめちゃめちゃ可愛くていいですよね。主人公もね、目つき悪いんですけどね、優しくて魅力的かなと思っています。はい、では次6作品目が青の箱ですね。こちらはバスケ部の先輩に恋をしたところから始まる甘酸っぱいラブコメとなっております。こちらはね、特に絵のタッチが好きな作品で、部活動と恋愛どちらの進展も楽しめる作品となっております。おそらくね、読む人はね、この表紙に写っている千夏先輩と同級生のひなで推しが分かると思っていて、今後の展開にもね、目が離せなくなると思っております。あとね、この1巻のね、いかにも青春を感じるようなね、絵がね、めちゃめちゃ好きです。では次が7作品目がね、僕らはみんなかわいそうですね。こちらはお人よしの高校生が同じ下宿先の先輩に恋をし、なんとかその距離を縮めようと行動していく恋愛漫画となっております。魅力的なのはね、やっぱり恋愛だけじゃなくて、個性豊かな住人が巻き起こす様々なエピソードがね、めちゃくちゃ面白いところですね。あとね、ヒロインのりっちゃんはね、めちゃめちゃ可愛いので、ぜひね、読んでみてください。次にね、8作品目がかぐや様告らせたいですね。こちらね、自分がラブコメにハマるきっかけになった作品となっております。とにかくね、物語が学生に寄り添っているネタが多くて読みやすいのと、あとギャグがね、とても面白くて笑わせてくれるので、元気が出る作品かなと思っております。その点ね、恋愛に関してもね、きちんと進展具合を描いてくれるので、ね、かなり手の出しやすい作品かなと思っております。漫画はね、すでに完結しているんですけど、アニメもね、続いていて、そちらもね、かなり面白いので、ぜひね、アニメから見てみるのもおすすめです。次に9作品目が政宗くんのリベンジですね。こちらはね、復讐ラブコメがテーマの作品となっております。
少年と少女はね、昔よく遊ぶぐらい仲が良かったのですが、太っていることをね理由にね少年が振られてしまって、それをね見返すために進んでいく物語となっております。今度はねたまたまね学園で再会してイベントを中心にねその行方を描いていく作品となっております。この作品はね11巻とかなりコンパクトに完結しているので、手が出しやすいのもおすすめです。個人的にはね最初の表紙と最後の表紙を見比べるのがめちゃくちゃ好きです。で最後にね10個目が愛してるゲームを終わらせたいですね。こちらね幼い頃から両片思いの男女が愛してるゲームというものを続けていて、こちらね照れたら負けというものなんですが、それをね高校生まで続けているっていうところから物語が始まります。やっぱりね幼馴染ということでね、こちらのね2人の関係性はめちゃくちゃ良くて、読んでるとねほんと癒されるので、ぜひねまだ関数も少ないのでおすすめです。はい、ではいかがだったでしょうか。以上がね自分がおすすめする恋愛漫画10選となります。他にはねまだ持ってない漫画でおすすめのラブコメ漫画もあったりするので、そちらもねゆくゆくは紹介できればいいなと思っております。このようにね漫画の紹介系もね好評ならやっていきたいと思っていますので、もしこの動画が良かったらチャンネル登録グッドボタンしていただけると励みになります。では今回の動画はこちらで以上となります。最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。